受賞おめでとうございます。ありがとうございます。<laughs> もう早く永井さんに会いたいな<あ>って <laughs> っとワクワクしてました。<laughs> 私の曲とか聞いたことありますか。はい、あの YouTube で曲とか映像をシェアさせていただきました。<laughs> 怖いでしょう。いやもうかっこよくて <laughs> もう本当に。本当にありがとうございます。 私が推薦させていただいたただんですけどきっかけがなんかいつ私も本当に同い年の娘がいていつも彼女を諭すというか説教する時になんか「自分の好きなことを見つけないよ」みたいな年関係なしにこう自分の好きなことを決められるってすごいことだなと思うししかもこういうふうに。 お話をしたらそのココナちゃんのお話で勇気づけられるというかやってみようって思う人たちもいっぱいいるなと思って推薦させていただきましたありがとうございます <laughs> どう思ったいやもう最初聞いた時驚きと嬉しさにすごいかったです最初にこうなんだろうもう5歳の時だから覚えてるかどうかわかんないんだけどこうビビビってきたみたいなこれ。 もうこれ私やるみたいな瞬間て覚えてるいやーもう何だろうなもう技をこうどんどんやるのが面白くても普通に夢中になってた感じであの技やりたいからそのやってる人に教えてもらったりってやってなんかその時その時で自分の夢があったからそれで<ー>そこに行くにはまずこれを達成しなきゃって思ってもう頑張ってますえ。その時そのの時時に 夢を設定するっていうのは例えば何どういう大会に出るとか最初はなんだろうなまず1年生くらいの時に YouTube で見たアメリカの大会で滑ってる女性の人々がすごいかっこよくてたそれはなんかこうやる勇気みたいなのってどっから湧いてくるんだろういやーもう本当に楽しいから。<だ>うん、もうできなかったら嫌だみたいな感じ、うん すごいね。すごい。一 <laughs> 回目の大会とかのこと覚えてる。はい、最初の初めて出た大会はもう地元の。北海道でやった大会に出てました。それからなん、なんかもういろんな大会に。出て。はい。ね、その後、本州の大会に出て。 でシンガポールでその一番出たいって思ってた大会に出るためのアジア戦があってへ<ー>そこで優勝しなきゃその大会に出れないっていう大会で優勝できてすごいそれでその出たかった大会に出れましたその出たかった大会に出れた時のなんか気持ちっていうかもうほんとワクワクもう会いたかった選手たちが全員いたから、うん、緊張した最初もう緊張しました。 すごいねその、どうやって緊張にう嬉しさとかもその場もう楽しもうと思ってメダルとかも関係なくもう自分の滑りをまずメイクできたらいいなと思ってて、うん、この見てる人スケートボード知らない人も見てもかっこいいと思う滑りをしたいなと思ってやってましたかっこよ <laughs> もう言ってることがすごいかっこいいですね大会に出てて勝つっていうことよりも、うん なんか自分がかっこいいと思える滑りをするっていうことその方が大事だと思うはい、そうですもう、私のホームパークの人は、うん、あの、記録よりも記憶を残せってっ言われてて <laughs> かっこい,いやっぱりとりあえずだった <laughs> <laughs> いや、かっこいいそうなんですね、はい、だからもう1位とかじゃなくてもうみんなの記憶に残るような滑りをしたいなと思ってて <laughs> なんか自分がインスパイアされるというかこの人輝いてるなって思う人ってどういう人もうなんか自分を持っていてもう自信を持っていてもうかっこいい人ココナちゃんは自分に自信ありますかいや, <laughs> いや自信ある時とない時があるけどそうなんだどういう時にあるのもう大会前はもう自信まんまでもやってますすごいかっこいい <laughs> でもそれってさどうやっってて自信満々のの状態に持っていくのもう大会本番だったらもう練習とかじゃなくてもう一発しかないからそれにかけるしかないからもうやってやるみたいな気持ちで確かにもうやるしかないもんねだってね。<laughs> え自信ない時はどんな時いやーもうやってもやってもできない時とかはもう本当に自信ないね <laughs> そういういってどうやってその状態から自身ある状態に持っていくの周りの人がいろいろ声かけてくれたりあとはもう一回違うことをもやってでまた戻ってくるって感じでえでもそれってめちゃくちゃ大事なことだけどさ「もうやめた」みたたいになるじゃん、うん、やめたってやめちゃったらもうなんか自分だったらもやもやしちゃってるから一回「やめた」ってなっても絶対こう。 やり直す自分と向き合ってるんだねちゃんと。えいびきさんはそういう時、はい、どうす,るんですか私はなんか日記とかを書いたりしてめっちゃ文句言うの <laughs> 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 日記で。<laughs> でも私はそうすることでなんか前に進めるっていうか自信を取り戻すし、うん、だからこそなんか。 その書いたやつが歌になるすごい。そうなんですよ自分が誰であるかとか自分がこういう人間だっていうのをいろんな世界に出ていって私はこういうストーリーを持ってるで日本にはこういうストーリーがあるとかこういう子がいて今こういうカルチャーが流行ってるとかそういうのを伝える人間になりたいすごいかっこいいか <laughs> なんか一緒に頑張りましょう、はい